まずは、お使いの OS のサウンドデバイスの録音設定を確認します。そして、リノイズのエディット、プリファランスをクリック。オーディオタブ、デバイスセッティングスの、インデバイス欄で、お使いの入力デバイスを選択します。このように、入力デバイス名が同じであることを確認してください。では、サンプルエディター画面を開きます。この、レックというボタンをクリックすると、サンプルレコーダーが開きます。L プラス R というボタンは、ステレオ録音用なので、L に変更します。レベルメーターの左のスピーカーアイコンが、オンになっていることを確認してください。では、スタートを押して、録音してみましょう。停止は、同じボタンを押します。範囲を選択して、切り抜きボタンを押します。ここのボタンで音量を最大化できます。あ、い、う、え、これで録音ができました。次に、エフェクターを使ってみましょう。新しいスロットを選択して、サンプルレコーダーを開きます。この下の部分はトラック DSP 画面といって、各トラックにエフェクターを挿入する場所です。今、トラック01のエフェクトラックが表示されているので、サンプルレコーダーの NoFX と表示されている欄で、トラック01を選択します。そして、左側の小窓からエフェクターを挿入します。例えば、リノイズ内蔵のコンプレッサーを選んでみます。このイニットという部分をクリックすると、いくつかのプリセットが選べます。もう一つ、イコライザー EQ10 なんかも使ってみます。少し極端にかけてみますね。このレコードドライというのは、エフェクト音を聞きながら生音だけを録音する設定なので、ここのチェックは外します。では、録音しましょう。あ、い、う、え、お。また、範囲を選択し、トリムボタンで切り抜きます。このサンプルは、エフェクターを掛け取りしたので、もうエフェクターはオフにしておきましょう。あ、い、う、え、お。リノイズでサンプルを録音した場合、必ず、32ビットのファイルになりますので、ここのアジャストというボタンをクリックして16ビットに変換しておきます。サンプルカテゴリーを選択して、任意のフォルダを選択し、名前をつけて保存します。最初のファイルも同様に16ビットに変換して保存しましょう。これで WAV ファイルができました。あ、い、う、え、お。あ、い、う、え、お。